動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。サイゲームズ、ウマ娘プリティダービー、輝く未来を君と見たいからウマ娘プリティダービーやっていきましょう。起動中。おお、追加データをダウンロード。今ちょっとダウンロード完了するまでストップ。はい、JL を獲得しました。ログボも、獲得しました。今日のログインボーナス、明日はこれが。お、SSR 限、確定メイクデビューチケットプレゼント。あれ、これこの前もらったやつ。あ、違うな。すまないね、こんな時間にやり始めてね。で、もらいました。ちょっと後ろのやつと会話を見ていきましょう。先生のお手伝いが済んだら、次はあの子の相談に乗って、それが終わったら予習しなきゃ。ちょっと時間が厳しいけど、なんとかなるわよね。あんまり詰めすぎるのも良くないと思うけどな。まあ確かにね。でも頼られすぎるのもちょっとね。さて、やりますか。体壊さないように頑張ってね。スーパーで大安売りがあるの。目玉商品目白押しで買うしかないの。それなら私も手伝うよ。いいの？でも戦場になるのは必死だよ。望むところ、荷物もたくさん持てるし任せてよ。私の鍛え上げた筋肉たち、噂の戦場でどこまで通用するか楽しみだな。彼女がアグネス風神が思っている戦場とメジロライアンの思っている戦場は一致するのだろうかっていう疑問がちょっとね。イベントをやっているようだ。参加できるのならばしてみてはどうだろうか。そうですね、参加してみたいですね。このドリンクのキャッチコピー知ってますか？ちょっとご存じないですね。澄み渡る景色の先へ。小さい頃このフレーズが忘れられなくて、気づけば思い出の味になっていました。ああ、そういうのってありますよね。もう一本買っちゃおうかな。飲みすぎには注意するように。困っとるパサーですね。あらあら、大丈夫ですか？角の上は一か八か。ドライスお願い。映すのはなしですよ、エル。残念でしたね。先読みされてましたね。宿題は自分で解かなきゃ意味がないですから。確かにね、この理解力とかを鍛えないといけないですからね。ただ、記憶する、確かに、記憶も大事なのですが、その記憶をね、結びつける、その、理解力とか、解読力とか、そういうのも大事ですからね。あなたもやればできるんですから、とりあえずやってみましょう。読まれるとは。いっぱい動き、いっぱい食べた。やっぱ、いつも第4コーナーまでの位置取りか。で、ここでいつものラップタイムを出すのは、いけるかも。でも、
と知りなさいってのよ、私。故郷から手紙。さあ、これで今いるメンバーの会話は聞いたかな。イベント開催中ですね。その前にガチャ行きましょうか。メイクデビューチケット、これですね。こないだ引いたやつかな。また新しくもらったから、それを引いていきましょう。レッツゴー。さあ、一体何が出るかな。早い、うまい、安い、あ、違う早い、うまい、早いになってんじゃん。早いが2つあるぞ、桜爆心王。いやー、なんか桜爆心王に縁があるよね。じゃあ獲得したサポートカードをちょっくら見ていきましょうか。見てみましょう、編成も含めてね。スイープドトーがいいな。一人様、キリュウにトレーナーもお一人様持ちか。レース終盤にスキルを多く発動すると持久力がわずかに回復する。スキルか、フリブリ。スキルを発動、あの多くのスキルを発動が条件だから、終盤からの終盤からストーリー終盤からのスキルかな、鍵となるスキルかな。ちょっと難しいですね。逃げ牽制、レース序盤に作戦逃げの馬娘を牽制してわずかに疲れやすくする。あー、これいいですね。この牽制系、あの相手をちょっとイフするスキル、イフする系のスキルは結構重宝します。あ、重宝すると思いますね。特に序盤なんかは、特に序盤から持ってるといいですね。さて、じゃあ、キリウィントレーナーをちょっと変えていきましょうか。んで、手に入れたこちら、早い、うまい、爆心王ってね、食べるのも爆心って言ってね。さすがもう逃げの曲ぶりですね。詰め寄り、レース終盤に後ろの方だとわずかにスパートしやすくなる。あー、でこっちはスプリントターボ。あ、いいですね。これ短距離限定ですか。爆心王は、短距離系の、短距離勝負の馬娘を育てるに関しては、爆心王の、スキルが活かされますね。ノーマルの爆心王は、いたっけ？意外、ノーマルの爆心王が見、いや、いた。違う。これが見たい。育成イベントなしか。詰め寄り。あ、こっちも持ってた。あ、一回外さなきゃいけない。外さして。あ、俺これ持ってるのに装備してなかった。ビワハヤヒデのやつ。枠、場状態が少し得意になる。あー、追いかけ引き、こっちはこれもなかなかいいですけど、
これは内弁慶、最終コーナーで、内拉致側にいると、速度がわずかに上がる長距離。あ、これはいいかな。今育ててるのが、オグリキャップオグリキャップは長距離系ですからね。これ今変えてるけど、今育成中のやつには適用されないんだよな。しまったなぁ。攻却徹底スキル、スイープ投手は入れておきたいんだよね。やっぱりこの、あ、キーセブンじゃない、この一匹狼がね、一匹狼がどうしても欲しいからね。一応まあこれにしとくか。で、ですね、今回はあと1日しかないの。こちらですね、レジェンドレースに挑戦、レジェンド馬娘に勝利して、報酬をゲット。殿堂入り馬娘でレジェンドレースに挑戦してみよう。レースの着順が良いほどたくさんの報酬が獲得できます。参加に必要なチケットは開催期間の、これ5時、5時間でいいの ?5 分でいいの ?05 分と、レジェンド馬娘が切り替わるタイミングで補充されます。切り替わるのこれ。世界最強にして最速、エルコトルパサーがお相手でーす。はぁ、あ、3月19日の5時。5時終了なんだ。で、そこで切り替わるっていうのか。へぇ。デイリーミッション、育成を1回完了しろ完了しよう。ごめんね、今オグリをね、実況しながらじっくりやってるからね、完了できないんだよねじゃあ今回はですね、無謀にもちょっとエルコンドルパサーに挑戦して いきましょう。中距離か。会長エルコンドルパサー、ランク B、 わくそ強そう。ひゃー、全部600。ゴールドシップじゃな。一応中距離でうちが一番強いのはダイワさんかな。じゃあとりあえずダイワさんに頑張ってもらいましょうか。レッツゴー。うわ、多い。9番人気。あ、でも9番人気なんだ。好調、好調、絶好調。で、1番人気がエルコンドルパサー。で、さらに、エアグループが来て、スペシャルウィーク。あ、なるほど。まあ、脅威となるのは、この2人だけでしょうね。レッツゴー。先行6人もいます。さあ、レジェンドレース、見事上位入賞できるかどうか。ジャパンカップ、芝、東京芝、2400。美しい青空が広がる東京レース場、ターフも絶好。
校の両馬場になりました。注目のガイワスターレット7枠13番での出走、スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負ってエルコンドルパサー、各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート、各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは3番7番エアグレーブ、期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサー、3番快勝に飛ばしていきます。先頭は3番単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手はエアグレーブ、1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。さあ花に立つのは3番、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはエアグレーブ、少し後ろからガイバスターレット、そしてその内を回って5番さらに1エルコンドルパサー、外から15番11番並んでくる、少し離れて7番4馬身離れてスペシャルウィーク、外を回ります。14番内から内から10番それを見るように、12番少し離れて4番内、8番1馬身離れて2番外を通りまして18番後方2番手に17番第2コーナーを抜け向こう正面に入った。順位を振り返っていきます。先頭3番レースはよどみなく進んでいます。続きましたエアグレーブ、少し後ろから11番エルコンドルパサー、この道に向けています。すぐに続いて15番5番並んでくるガイバスターレット、空港少し後ろから7番、その後から14番2馬身外身開いてスペシャルウィーク1馬身離れて10番、そしてその外から行ったのは12番そして4番、それを見るように8番残り 1000m を通過、そしてその後方には2番その後ろから17番1馬身差、18番16番最高峰がエアグレーブ、先頭を進みますがこれは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが、大手足を越え4コーナーへ、勝負は最後の直線に持ち込めば、まだ差がある、ここから先頭になるか出てくるのか、ガイバスターレット前を狙っているようになる、先頭の高村へ、このガイバスターレットは最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った、栄光まで4匹エルコンドルパサー、追いすがる11番空港エアグレーブ、空港はエアグレーブ、これは次エアグレーブ、このまま押し切れるか、100を通過エアグレーブ、足色は変えないエアグレーブ、リードは高く先頭は変わらず、いやー、根性が、他の馬娘より根性が足りず、終盤で体力が切れたようですね。はー、そっか、スキルはいいけど、そのスキルを活かせるだけのステータスがなかったかな。しかし、エルコンドルパサー、レジェンド枠で出走しといて2着って、そこは1着取ってくださいよ。最速エルコンドルパサーがお相手です。こんな感じなんですね。まあもうちょっと鍛えていきたいで、鍛えてチャレンジしていきたいですね。はい、どんなレース。じゃあそれじゃあ、こちら育成再開していきましょう。ごめん、タイム。見ていて大丈夫だった。トレーナーさて、ですね、前回、とりあえず序盤の育成を、完了しまして、こんな、ステータスはこんな感じになっておりますね。で、メイクデビュー戦の、レースに挑んでいきたいと思います。で、スキルの方ですね。長距離戦の先行、あれ、オグリって先行だったっけ、先行も持ってるけど、うん、差しか先行のどっちか。とりあえずは先行、あっ、邪魔、とりあえずは先行かな。残り200を切って前の方にいると、速度がわずかに上がる。華麗なるコーナーワークで加速がわずかに上がる。そうだな。
栄養補給を取っていこうかな。多分最初のうちはこれぐらいで大丈夫かな。まあメイクデビュー戦ですし、いよいよオグリキャップのメイクデビュー出走だ。ようやく始まるのか、不思議と穏やかな気分だ。きっとトレーナーのおかげだな。いや、そうでもないかな。俺？故郷のみんなのように守ってくれる君がいるから、私は大丈夫。私を応援してくれた、送り出してくれた、みんなの気持ちに応えてみせる。やるぞ。うん、走ろう。ここから始めるために。ここは負けられない一番人気。2番、オグリキャップ。まあ結果分かってんだけどな。とりあえず最初だけレース見とくか。最初だけっつうか。レースは極力見ていこう。いや、メインレース。ストーリーメインのレースだけでいいかな。ストーリー、行ってくる。ジュニア級メイクデビュー、阪神芝1600。美しい青空が広がる阪神レース場。ターフも絶好の良馬場になりました。十分に実力を出せるレースとなりそうですね。人気と実力を兼ね備えた5番、今日は3番人気です。この評価は少し不満か。2番人気はこの子。6番、威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘。本日の1番人気オグリキャップ。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。さあ、ゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは6番、3番、9番、オグリキャップ現在最高峰。失策、はたまた狙い通りか。直線勝負にかけているんでしょう。終盤に期待です。6番快調に飛ばしていきます。6番先頭に立ちました。すぐに続いて3番、激しい先頭争い。その後から1番、外目をついて9番、5番手には7番、その後3、4馬身開いて8番、オグリキャップ並びかけてきた。後から4番、そして外目をつきましては5番、3番、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。3番も彼女の客室には合っていますね。まだ牽制し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。この直線で勝負が決まるぞ。オグリキャップ前を狙っているぞ。オグリキャップまだ抑えたままだ。さあ誰が最初に仕掛けるのか。6番2番手につけ様子を見守る。オグリキャップ飛んでくる。オグリキャップ先端を目指して加速する。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのは3番オグリキャップ上がってきた。オグリキャップ強敵な末脚。オグリキャップここで抜け出した。残り200強すぎる。3番食い下がる。先頭は変わらず。オグリキャップ、オグリキャップ足を揃え一着は。オグリキャップ最後意地を見せて栄冠を手にしました。メイクデビューを制しました。オグリキャップの完勝でした。2着には4番、3着3番。ですね、レース前にですね、先行のスキルをつけたにもかかわらず、多分作戦先行に返せなかったと思うんで、ちょっと焦ったな、これ。いや、でもね、メイクデビュー戦ですから、1着を取りましたけど、1着にね、1着の余韻に触れる、このオグリね、よかったですね。そして、相変わらず、ね、一人だけ、勝負服というね。ここら辺は、ちょっと揃えてもらいたいかなって思うんですけど。あの、勝負服ってさ、あれ、爆心王の時とか、大和さんの時とか、もらえなかったんだけど、あれどうやってもらうのかな？まだ、トレーナー終わったよ。どうだった？
そうだな。私の走りは見せられたと思う。中央で勝ち進んでいけば、そのうち故郷にも私の名前が。なあ、さっき走ってたオグリキャップってさ、どんな馬なんだ？さあ、地方じゃ噂になってたみたいよ。私は知らなかったけれど。この野郎、モブ野郎がさ。無事メイクデビューを果たし、オグリキャップと学園へ帰る道すがら、もうしょんぼりしてるわ。トレーナー、私はこの後何をすればいい？きっとレースで走ればいいんだとは思うけれど、それだけで、いいのだろうか。オグリキャップは考え込んでしまった。おそらくレースの後に聞こえた観客の声が気になるのだろう。確かに学園では話題になっていたものの、世間的な知名度はまだまだだ。ならばとにかくたくさんレースに出ればいい。まあそうだよね、どんなエンターテインメントとかにも関することなんですけど、やっぱりどんどん露出をね、していかないと、世間一般に、名前っていうのは浸透しないですからね。たくさん、それはいっぱい走るということか？そうだ！オグリキャップを知らない人が多いなら、その強さを、魅力を、知ってもらえばいい。中央にオグリが来たと教えてあげよう。中央にオグリが来たーつってね。そうだな。うん、そうだ。走りたい。故郷に私の名前が届くほどに。オグリキャップの目に、光が宿る。きっと彼女はこのレースの、この後のレースでも素晴らしい走りを見せてくれるだろう。いざ武者修行だ。分かった、パワーが3上がった、根性が3上がった、賢さが3上がった、スキルが36上がった秋川理事長の絆ゲージが4上がった。ここで、ファンを3000人集める。今後の要請、今後の、予定は、NHK マイル C で、5着以内、マイル CS で、3着以内、有馬記念で3着以内、有馬記念早いな。あ、有馬記念2回あるな。 G1 レースで2回3着以内に入賞する。これあれかな、さっきのこのストーリーのメインストーリーのレースの方で優勝したら自動的にクリアなんじゃないのかな。有馬2回あんのか。さあ、ファンを3000人集めましょう。まずは中央での、知名度や人気獲得を、目標に、さまざまなレースに出ると決めたオグリキャップ。あるイベントで行われるレースに出るために、レース場へやってきたのだが、オグリちゃん久しぶり、ヨネさん。みんな、なぜここに、故郷のね、オグリキャップ応援団ね。驚くオグリキャップの視線を、巡ると、ワイワイと賑やかな団体が、嬉しそうにこちらへ手を振っていた。びっくりしたかい？サプライズ、大成功だ。本当にびっくりした。間違えて故郷に帰ったのかと思ったぞ。オグリキャップ、この方々はもしかして、ああ、すまない。紹介が遅れた。みんな私の故郷の人たちだ。みんなにも紹介しよう。この人は私のトレーナーで。簡単に紹介してもらうと、多くの温かい声に迎え入れられた。前から聞いていた通り、優しい人たちだ。それにしても、わざわざ見に来てくれたんだな。遠かっただろうに。そら、オグリちゃんがデビューしたってのに、田舎に引っ込んでいるわけにはいかんだろう。引っ込んでてもいいんだよ。そこで待ってくれてたら、オグリはね、そこまで名前を届けてくれるからね。みんな、オグリちゃんが中央で頑張ってるのを見たくて、
応援に来たわけさ。ありがとう。故郷の人たちに次々話しかけられ、オグリキャップの表情もどんどん和らぐ。その時、なあ、あそこにいるのオグリキャップじゃね？ほら、笠松じゃ敵なしだったっていう。まあ、いいや。ああ、けれどそれって笠松での話だろ。トゥインクルで通用するわけがないよ。なんだとこの野郎。どこのどいつだ、そんなこと言ってんのは。それよりさ、今度のエレス誰か来ると思う？俺はタマモクロスに期待したい。いやいや、スーパークリークだろ。だってさ。それじゃ、私はそろそろ準備に向かうよ。ああ、けど、オグリちゃん、大丈夫なのかい？何がだ？オグリちゃんが気にならないのなら、気にならないなら、いいんだけどね。でも、何か嫌なことや辛いことがあったら、すぐに帰ってきてもいいんだからね。俺たち、今日はでっかい声で応援するからな。俺たちの声だけ聞いてろよ、な。ああ、ありがとう。今日はイベントレースだが、楽しんでいってくれ。故郷の人たちに送り出された後、オグリキャップはずっと、顔をしていた。なぜ心配されたのかがわからないらしい。そこで、観客の心ない声を聞いたからだろう、と説明した。なるほど。みんな、心配してくれたのか。人にはそれぞれ考え方がある。だから私は気にしていなかったが、そうだね。あんな雑音を気にするほどね、気にしてる暇なんかないからね。これからバンバン走ってね、どんどんね、名前が知れ渡っていくからね。そしたらもうあんな、あのね、モブの雑魚どももね、手のひらをくるって返すと思う。その時ぶっ潰してやるけどね。そうか、このままではみんなを心配させてしまうのだな。勝てばそんな声もなくなる。俺が潰すってね。そうだな、そのために、私はたくさんレースに出るんだ。トレーナー、私は必ずここで、中央で私を認めさせる。よし。手始めにこのレースに勝って、みんなを安心させないとな。その通り、オグリキャップは直線で突き抜けて圧勝。故郷の人々の前で格の違いを見せつけた。パワーが5上がった。いいね。早くなるためには日々の積み重ねが大事だからな。そうだね。タイム、30分ここまでか。まあ時間がいいところに来てしまったので、今回ここまでと、ちょっと待って。ここまでとさせていただきます。前半ではね、メインロビーのね、ちょっとした会話を聞いたりね。で、あとレジェンドレースですね。あれもちょっとやりまして、今回エルコンドルパサーに挑戦したわけですが、その期間ごとに切り替わってね、いろんな馬娘と対決できるようですが、また、どうしようかな。得意コースに、得意コースとなる、レジェンド馬娘が現れたら挑戦しようかなと思います。今のところ、育成に関しては、戦えるやつが少ないっていうのもありますからね。とりあえず、気長にやっていこうかなと思います。今のところも、イベントも、期間限定イベントも開催されてはいないですし、落ち着いて、やっていこう、育てていこうと思いますね。はい。次回からですね、ファンを3000人集めていきたいと思います。それでは今回はこの辺で、バイバイ。